株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニーは、大阪府大阪市東住吉区に本社を置く、飲料メーカーである。創業者の石山商司が、1951年、大阪にて、石山食品工業者を設立。創業当初より、ビミリ清涼飲料、乳酸菌飲料、乳飲料の製造及び販売を専業とする中で、 日本万国博覧会が開催された1969年に UCC 上島コーヒーが発売し評判となった UCC コーヒーに続く形で1971年に発売したサンガリア缶コーヒーを発売1974年に商品名のサンガリアは東大の詩人土保の代表作春坊の冒頭国破れて サンガーリをヒントにしていたのを現社名に改名また、この時期に、同社の代表商品ともなる、サンガリアラムネを発売し、缶入りラムネとして、ロングセラー商品にするとともに、現在までラムネを製造販売する事業者内としては、日本最大の企業として知られる。縁出した緑茶に、少量のアスコルビン酸を添加し、容器に窒素を無菌充填することで鮮度を維持し、 長期保存しても変色させない技術を開発し、製法特許を取得。これをもとに、缶入り緑茶を発売し、コーヒー、紅茶等多の飲料にも順次適用を拡大、追従する、同業他社から、莫大な特許料収入を得た。また、加温ができる、ペットボトル容器の開発や、凍らせても大丈夫なペットボトル容器の開発を、日本初で言った。 緑茶に限らず、スーパーコンビニのプライベートブランドへの最大手、OEM 供給元であるほか、独自技術を活かして、同業他社にも積極的な OEM 供給を行っている。自社ブランドによる販売地域は当初近畿に限定されていたが、知名度の向上に従い全国展開するようになった。同業他社では、自動販売機での缶入り飲料の 標準販売価格が130円となっているが、現在でも100円で販売されている。自動販売機には、100円売りですの表示がなされている。また、100円均一ショップや、ディスカウントショップ等での廉価販売用としての卸しも行っている。近年は、種類の製造販売にも乗り出しており、リキュール類の製造免許を持ち中杯の製造販売を行っているほか、 焼酎やビール等の製造試験免許も取得している。炭酸水の製造販売にも力を入れている。出展、遠隔1951から1999年、遠隔2000年未部や工場自販機1980年代には、阪神タイガースの現役選手をテレビ CM に起用し、素人丸出しでペーソスオス溢れる演技が評判を呼んだ。独特のお笑い。 お色気感覚の CM は、ローカル CM を紹介する、全国ネットのバラエティ番組に、関西代表として、しばしば取り上げられ、同社の名前を広めることにも貢献した。現在、過去のものを含む、スローガンは、果てしなく、自然飲料を追求する、サンガリア。商品のラベルにも小さく記載されている。1、2、サンガリアの歌の作詞、作曲は、 社長の石山豊、ありがとうございます。